こんにちは、アズです。今回はメキシコのカンクンの旅行会社で私が働いていた時のことについて話してます。イントロの部分がちゃんと録画できてなくって、はじめここだけボイスオーバーになってしまったんですけども、楽しんでいただけたら嬉しいです。では、どうぞ。旅行エージェンシーなので、なんか事務的な予約を受け付けたりとか、そのお客様情報をパソコンに登録したりとか、そういう仕事もやってたんですけど、それよりもその、事務的な仕事が多分 35%、 ツアーガイドが 65% ぐらいかな。そんな割合で仕事をしていて、ツアーガイドっていうのはその添乗員的な役割もするので、そのカンクンにある有名な観光地、チチェンイッツァ遺跡とかトゥルム遺跡にも行ったり、あとシアンカーンっていう国立自然保護区の、自然公園なんですけどとか、シカレーシェルハーっていうようなマリンパークとか、そういった観光スポット、カンクン周辺のに基本的に日本人のお客様を連れていくのと、あとはその空港に着いたその日本人観光客の方をそのピックアップしに行ってホテルまでお送りするのと、そのホテルでピックアップして空港までお送りするっていう、その送迎の添乗員がそのツアーガイドとしての主な仕事です。で、そういう仕事をカンクンでしていて、まずどうやってその仕事を見つけたかっていうと、普通にオンラインで見つけてで、なんか私の場合は初め日本で東京で働いてたんですけど、なんかずっとスペイン語を使って仕事がしたくって、スペイン語圏の仕事を探してて、でメキシコってその国も大きいし、すごい観光大国なので、観光業でその日本人の求人情報を結構見つけることができて、でその中で私メキシコシティに本当は行きたいなと思ってたんだけど、それはなんとなくぼんやり思ってたんだけど、結局カンクンのツアーガイドになることになりそう、そう普通にオンラインで見て応募して、メールで履歴書を送って、そこは日系の旅行会社なので、面接とかも全部メール対応も全部日本語で、そんな感じでスカイプで最後に面接をして、で OK をもらってで行きました。多分ね、本当に会社によると思うんだけど、私の場合は履歴書を送って応募してから、その OK が来るまで多分3週間ぐらいかな、1ヶ月弱で結果が来て、そうで9月頃出発したんだよね。確か1ヶ月ぐらいで全部のプロセスが終わったと思います。で、その就労ビザに関しては、その私の場合はその旅行会社が全てサポートしてくれたので、初めはそのメキシコに観光客のビザで入って、でその後その会社にサポートしてもらって就労ビザを申請しました。で、結構そんなにそんな難しいプロセスじゃないみたいで、結構スムーズに進んで、で、その会社がメキシコ人のビザ専用の弁護士を雇っていたから、多分スムーズにいったと思うんだけど、私の場合はビザに関しては特に何も心配する必要はなかったです。で、そのお仕事についてなんですけど、例えば1日のスケジュールは、行くそのツアーによっても違うんですけど、例えばツアーに行く日は朝7時にその家の前とか当時住んでたアパートの近くまでドライバーさんがバンとかで迎えに来てくれて、車はそのツアーの参加人数によってどんなタイプの車か変わるんですけど、バンの場合は私の家のすぐ近くまで迎えに来てくれて、でそれでメキシコ人ドライバーさんがそのバンを運転するんですけど、それに私が朝7時半頃乗って、お客様の泊まってるホテルにお客様をピックアップしに行きます。で、皆さんが同じホテルに泊まってるわけじゃないので、時にはすごい結構たくさんホテル回らなきゃいけなくなったりして、それもそれですごい楽しかったんですけど、いろんなホテルが見れるし、だからもうそのカンクンにいる間にもうほぼ全てのホテルの外見と名前とサービスがどんな感じかとかまで見ることができて、そう、そんな感じでお客様をピックアップして、で、何時ぐらいかな、8時半ぐらいに多分ね、確か例えばチチェンイッツァのツアーだったら、そのチチェンイッツァに向かいます。で、カンクンからチチェンイッツァまで片道2時間半ぐらいなので、それで2時間半ブーンってバンで行って、でその間私はそのもちろんツアーガイドなので、そのカンクンについてとかチチェンイッツァの遺跡についてとかメキシコについてとか、いろんなそういう話をして、お土産屋さんに寄ったりとかして、で遺跡について、で遺跡をまたそれも一つずつのその遺跡について説明をしながら皆さんで回って、だいたい2時間半ぐらいいるのかな、そこに。で、その後セノーテっていう、そのカンクンにたくさんある、ざっくり言うと湖みたいな感じで、
自然的にできた湖です。カンクン周辺にたくさんあるんですけど、地下にできたものもあって、で地上にできたものもあるんだけど、浅いものもあればすごい深いものもあって、もう泳げるセノーテもたくさんあって、すごい水が澄んでて青くて綺麗なセノーテもたくさんあるので、まあ、観光客の方にはもうすごい人気のスポットなんだけど、そこにその遺跡の後寄って、まあ、泳ぎたい人は泳いだりして、でまたあのカンクンに帰ってきて、でホテルでこのお客様をドロップするっていう感じの流れのツアーです。で帰ってきたらね、何時ぐらいかな、だいたい6時7時ぐらいに帰ってきて、でその後オフィスに寄って、なんかざっとちょっとすることを済ませて帰るって感じだから、だいたいまあざっと数えると、ツアーによっても帰ってくる時間が変わってくるんだけど、一番私がたくさん回数行ったと思うチチェンイッツァのツアーは1日まあ11時間12時間ぐらいかなですね。働いてる時間はそんぐらいです。ツアーに行かない日はカンクンから日本に帰るのに、カンクンを朝4時とかに出るような便、それしかうまくこう日本に帰るフライトの接続ができないらしくて、なのでツアーに行かない日は大体お客さんを、日本に帰られる方をピックアップする送迎から始まって、それが大体朝3時半ぐらいに集合というか、その車がまた私の家の前に迎えに来て、で3時半ごろ車に乗る、でお客さんを3時かな3時ぐらいに乗る、でお客さんをホテルにピックアップしに行く、空港に行く、なんだろう、航空券を発券したりスーツケースを預けるのを手伝って、お客様を見送って帰ってくる。で帰ってきたら朝7時ぐらいなんですね。でそれから1回、私の場合は仮眠をいつも取ってて、ほぼで7時から8時ぐらいまで1時間ぐらい取って、そんでその後9時からオフィスです。ツアーに行かない日は、なので9時にオフィスに行って、で普通にあのオフィス業ガタガタってこのお客さんの予約を受け取ったりなんとかをして、でランチを食べて、ランチはね、私たちの会社、旅行会社が入ってたビルの1階にあるカフェとか、なんか近くにいっぱいタコス屋さん、まあ、基本的にタコス屋さんかサンドイッチ屋さんしかないんだけどで、まあ、すごいオプションはね少なかったです。タコスがもう一番安いチョイスだから。でも私タコスはね基本的に個人的にそこまで大好きってわけじゃないから、私はその会社の1階にあるカフェで食べてたかな。そこは結構フリホレスっていう煮豆、黒い煮た豆とかご飯とかがついてくるこのランチプレートみたいなのもあったから、アボカドとかあとお肉みたいな、そんなのがあったからランチで食べて、また帰ってきてオフィスをして、でまあ定時は5時ぐらいに上がる感じかな。その午後は3時とか4時とか5時らへんにお客様を空港に迎えに行くこともよくあって、お客さんいつも午後何時かな、もう覚えてないけど、午後1時に1時から5時ぐらいの間に疲れる方が多いので、何時かな、分かんない、もう忘れちゃった。なんかとりあえず午後に到着される方をまた空港に迎えに行って、あのお見送りは早いんだけど、お迎えは結構待たないといけないくって、しかもこのなんだろう、お客様の名前とか入ったこういうやつをこう持って、でその空港のなんか出口のところでこうずっと待ってなきゃいけなくって、でたまにそのなんかすごい出てくるのに時間かかる方もたくさんいたので、 1,2 時間とか待たないといけなかったりとかして、でたまになんか会えなかったりとか、スーツケースが壊れたりとかちょっと問題があったりとかして、そういう時はその場でこうケアを助けなきゃいけないし、なので結構お迎えする方は大変でしたね。まあうまく会えることの方が多かったとは思うんですけど、そんな感じで、まあ、ホテルに送っていって、でチェックインをお手伝いして、そういう時にそのやっぱりスペイン語ができたから、すごいホテルのフロントの人とか空港で働いてる方とかになんか分からないことがあったらすぐ聞いたり、そういう時にコミュニケーション取りやすいかったので、まあ、スペイン語はやっぱりできてよかったなって思いました。まあ便利ですよね、現地の言葉を喋れた方が。まあ英語だけしかできないそのガイドさんとか添乗員さんもたくさんいて、あの別にそれでもまあカンクン英語できる人が多いので、それでも全然やっていけると思うんですけど、やっぱりスペイン語ができたらあのすごい便利だなと思いました。カンクンに住む、まあローカルの人みたいな感じで住むっていうのはどんな感じかっていうと、カンクンって基本的にホテルゾーンとセントロっていうダウンタウンに分かれていて、その一般の住んでる人はみんなセントロに住んでて、ホテルゾーンはもうリゾートホテルがあるだけのエリアになってます。でこの2つに分かれてて、私ももちろんこのセントロに住んでて、そうね、カンクンに住むのはまあ便利っちゃ便利です。移動手段はバスかタクシー、タクシーはすごい安いから、もう日本と比べてすごい安くて、初乗りが、200円ぐらいかな確か。多分。
確か200円ぐらいからが初乗りで、だから日本と比べたらもうすごい安くて、地下鉄とかはないので電車もないからバスかタクシーだけです。で、まあ、スーパーとかも普通にたくさんあるし、ショッピングモールもあるし、なんか便利っちゃ便利です。ただね、大変なのがね、雨季にもう雨がすっごいジャージャー、もう雨量がすごいの、なんかもうすっごい雨が降って、台風っていうか何、ハリケーンも来たりして、その時もう道の、なんだろうな、水はけがあまり良くないから、バーって雨降ったらもうすごい水かさが増して、もう膝下ぐらいまで水が溜まってることがあって、もう歩けないじゃん、そんなのは。気持ち悪くて歩けないからタクシーを待つしかないんだけど、みんなタクシー待ってるから全然タクシー来なくて、みたいなことは何回もあって、それはすごい不便でした。だから車を持ってたらすごい便利だと思います。私運転免許ないから、どっちにしろ車運転できないんだけど、それが一番大変だったかな。あとそのハリケーンが来たら風も強いから怖いし、なんか傘とか差してもブヨーみたいななるし、それが一番まあ怖いっていうか不便だったかな。それぐらいかな。あとは普通になんかもう日本と別に変わりなく生活できます。カフェとかクラブとか、まあ、クラブはねみんなホテルゾーンに行くことが多かったかな。なんかセントラルのクラブ、私は一回も行ったことないです。なんか怖いし、なんかわかんない、行ったことなかったです。でなんといってもやっぱりカリブ海がすごい綺麗だから、見てるだけで癒されるし、休日にその土日とかにフラッと行って、あのカリブ海が見られるっていう生活は今考えたらすごい本当に贅沢だったなと思います。メキシコはあの危険な国って言われてるんですけど、やっぱ日本と比べたら全然危険と思います。私もなんかひったくりみたいなのに一回会ったことがあって、すごい怖くて結局盗まれなかったんだけど、夜10時半頃家に帰ってて一人で、で私のアパートの目の前で私より背の低い男の人がこうすごい近づいてきて、ヘルメットかぶってて、であなんかここの同じアパートに住んでる方なのかなと思って、あおらーとか言って私が挨拶したら、いきなりバーって来てこううーみたいな、なんかもう本当にこの辺掴まれて、なんか取っ組み合いみたいになって、すごい怖くて、なんかもう私レイプとかされるんじゃないかと思って、すごいそれが一番怖かったんですけど、なんか結局その男の人、私の持ってたハンドバッグを盗みたかったらしくて、でも私がギャーってすごいとっさに叫んだから、それで男の人も走って逃げちゃったからあっさりだから良かったんだけど、その時は本当怖くて、なんか日本でひったくりとかであんまりそんななんかこう体をさ直接掴んでやる人ってそんなにいるのかな、なんかあんま聞いたことないし、なんか想像したこともなかったから、突然なんか男の人にこうなんか来られたことがすごいなんか怖くって、まあ、私より背低かったからまだいいんだけどなんかそう、その後はなんかもうアパートにバーって帰って、なんか一人で泣いて、なんかそのカンクンに住んでる友達とか上司とかに電話して、うん、すごい怖くてなんか泣いてました、泣きました、その時、うん、でも、まあ、まあそういうのがあってこそ、いや学ばないとな、ちゃんとしないとなって思うし、こういうのがはしちゃいけない、こういうシチュエーションは避けるべきだとか学べるから、まあそれも経験してよかったと思ってます。あーでもう一個すごい怖かったっていうか危険だった、危険じゃないけど危なかったことは、セントロにバスターミナルがあるんですけど、そのバスターミナルの前でなんか英語で突然話しかけられて、で僕はシカゴ出身なんだけど、僕となんか僕の妻と子供3人家族で旅行してて、でなんかメキシコ旅行中にメキシコ人に荷物を全部盗まれて、だから一文なしで家族3人で今なんか道で生活してるんだけど、なんかお金を援助してくれないみたいなこと言われて、私、まあ、その時その男の人は本当にちょっと演技が上手くてリアル で私本当にああかわいそうと思って、英語もすごい流暢な英語だから多分、まあ、今思うとメキシコ人だけど何年間か日本あのアメリカに長いこと住んでたから英語ペラペラだったと思うけど、私本当にあこの人アメリカからの旅行客で盗まれちゃったんだ大変とか思って、でその人に100ドルぐらいあげたんですよね。でその人絶対返すからありがとうとか言って、私にその人の彼の E メールアドレスと電話番号と住所シカゴのねとか渡してくれたんだけど、まあ、もちろん返してくれるわけなくてで本当に私その時信じたんですよね。なんか本当にかわいそうなの、本当にお金ないんだろうなと思って、で今考えたら何信じてんのバカって感じだけど、だからもう絶対しないけど、もう絶対人の手には乗らないけど、でもやっぱね初めてだと自分がどういう行動に出るか分かんないですよね、その時になってみないと。だからそれもすごいいいライフレッスンだったなと今は思ってます。すごいなんか思い出したらキーッなんで100ドルもあげたんだって思うけど、でもそういうのも全部なんかレッスン代だったんだなって思うようにしてます。そのぐらいかな、なんか苦いっていうかちょっと危険な体験は多分そのぐらいです。
友達ができたり、いろんなコネとかで3、4個のホテルに無料で泊まることもできたので、中も見られて、なのでそういった面ではツアーガイドは結構美味しい仕事だと思います。なんかもうすでに外国にいるから旅行してる感じだし、その自分でわざわざお金を払わなくても、そういうホテルとかレストランとかを試せる機会が回ってくることも結構あると思います。特にカンクンはまあ小さい町だし、で日本系の旅行会社も多分全部で 4,5 個ぐらいあるんだけど、そんなに多くないから、コミュニティも狭いし、でやっぱりその観光、ほぼ観光だけで成り立ってる街だから、観光系の会社に対する、新しくこういうレストランができたので無料でこの食べに来てみてくださいとか、なんかホテルのなんとかパーティーとか、そういうのも結構たくさんあって、なのですごいイベントが多くて楽しかったですね。ツアーガイドとしてカンクンで働いてよかったかって聞かれたら、もちろん良かったと思います。もう本当になんか人生、私は人生いろんな経験をしてなんぼだと思うので、しかも特に私今もう結婚してるんだけど、結婚したら一人でその好き勝手になんか誰の許可も得ずに行くことが難しくなってくると思うから、それは別に悪い意味ではなく、まあ、自然にそうなってくるってことだから、本当になんかいろいろコミットしていない時期、若い時期に、まあ、もちろん危険なことはできるだけ避けたりとか、避けれるように必要な知識とかは身につけないといけないと思うけど、本当に経験してよかったと思います。で、しかもメキシコに、カンクンに住んでなかったら、私多分キューバにも旅行してなくって、カンクンとキューバってすごい近くって、飛行機で50分ぐらいだから、で、もしキューバに旅行してなかったら、私今の旦那さんと出会ってないから、だからカンクンにも本当何か縁があって行ったんだなと今では思ってるし、だから本当に何があるかわからないから、チャンスがあったら、挑戦するべきだなと思います。そう、ちなみにお給料はすごい低いです。まあ日本と比べたら全然低い。でも物価と生活費も低いから、貯金はまあできたかな。そんなたくさんじゃないよ。でもちょっとはできて、で最後メキシコとかキューバとかちょっと旅行したんだけど、そうですね、日本円で言うと月12万円ぐらいかな。で、家賃が日本円で言うと2万7千、2万8千とか、それは全部ガス、インターネット、水、電気込みで2万7千ぐらいかな、確か。で、まあレストランとかはね、日本とそこまで変わりないかも、ちょっと安いかなぐらい。カンクンはそのシーフードがすごい美味しくて、レストランとか行ったら、まあレストランにもよるんだけど、すごい美味しくて、まあ割とリーズナブルだから、食べ物は割と美味しくて私好きでした。なんかさっきも言ったようにタコスとかはあまり好きじゃないんだけど、でも本当にたくさんのいろんな種類の料理があるし、あ、日本食はね、やっぱ日本人がやってるところじゃないとそんなに美味しくない。で、なんかアメリカとかカナダみたいにフードコートにあるお寿司屋さんみたいなはあんまり美味しくない。しかも高い。でも、日本人の方がやってる日本食屋さんもあるから、そういうところは美味しくて、まあ、ちょっとお値段高くなるけど。なのでそんなに不自由せず、暮らせました。というわけで、私のカンクンで働いていた体験談のビデオは今回は以上になります。何か質問があればぜひコメント欄で聞いてください。できる限り答えたいと思います。では見ていただいてどうもありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。じゃあねー。